でスタートです。それでは両チームの立ち上がり早速見てまいりましょう。パスです。いいところ、後ろへ預けた、いい位置でスローインになりました。中に人がいる、ミドルシュート、ゴールの右へそれました。ここまで持ってきたんですが残念でしたね。いや外れましたけどね、これが次へのきっかけになるかもしれませんよ。短くつなぎます、左に送って、右サイドから先制点のチャンス、頭で合わせた、ヘッド、スウェーデン先制しています。そうですね、とにかく点が動いたのでね、ここからさらに注目ですよね。ここで流れをつかみたい、同点のチャンス、さあシュート、スッと入ってきますね。サイドポジションでした。もう一回今のシーンです。中に誰か来てますよ。ちょっと当てる選手が少ないか、いい動きを見せてますよ。前に送る、ファールを取られます。フリーキックになります。中にスッと入ってきますね。これはファールの判定、いい位置でチャンスを迎えました。サンテティチャンスになります。直接狙う、ちょっともったいなかったですね。いいシュートでしたよ。北欧の強豪スウェーデンが攻めます。後ろからのマーク、パスをつないでいく、チェック、カウンターチャンス、ないですよ。中央から走り込む、軽く出して、さあ速攻、いいですよ、ここですね。アプローチ、縦に出す、シュート、パンチング、かろうじてクリアしました。左サイド、スウェーデン2点を取ってさらに動きも良くなってきているようですね。そうですね、余裕ありますからね。一人で抜き去る、さあシュート、キーパーパンチング、コーナーキックになります。ここを得点につなげられるか、
さあどうか、入ってきた。これはわずかに右でした。危なかったですね。やはり最初のボールコントロールでほとんど決まっちゃいますからね。いや本当にそうです。コーナーを直接合わせてきました。おっと、中が誰もいませんよ。チェック、サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。スペースがあれば上がってくるという形ですね。ロスウェイ、右にはたいた。いいプレッシャーだ。この後ですね、中に誰か来てますよ。入った、右足。さあサンテティエンヌ、苦しくなってきました。オフサイドも残り2分を切りそうです。前へゆっくり送ろうという場面です。見せてますよ。おっと、ここで前半終了のホイッスル。ハーフタイムでの選手交代はなく、前半終了時と同じメンバーでの戦いです。組み立てる、右に送ります。防ぎに行く、ここはよく守りました。スウェーデン、ここは守備の網にかかりました。軽く出してチェックに入れます。サンテティエンヌ、苦しい状況です。ダイレクトにつなぐアプローチ、チェック、いいでしょう。おっと、狙ってきた。サンテティエンヌ、この時点で3点差を追う苦しい展開になっています。しかしそんなに悪い状況にも見えないんですけれどもね。はい、そうですね、つながるところではつながってますからね。ですからやはり大事なところでの1本なんですよね。ここは入れたかった。逃げます。いいプレッシャーだ。ここは阻まれました。スウェーデンとしては、うまく守れてると思いますね。右に、大きくいい展開してますね。おお、フリーだ。さあいけるか。ここはディフェンスされました。右に回してチェックに入ります。いとも簡単に奪われてしまいます。シュート、ポストの左です。今日の意気込みが感じられるシュートを放ってきました。いや、外れましたけどね。これが次のきっかけになるかもしれませんよ。スウェーデン、ちょっとプレーを見ているとこの辺で集中が切れてきたかなとも思うんですが、いかがでしょう。はい、ちょっと押され出しましたよね。特にディフェンスでの内容が気になりますね。スウェーデン、結局このボールを奪いました。右へ出す、
もなく後半の30分が経過します。そのまま打ち、キーパーしのいだ。キーパーを抑え、さあコーナーからの最初のセットプレー、ここで選手交代。短く出してきた、中に誰か来てますよ。そのまま行く、あっと上になりました。オフサイドですね。ここは旗が上がりました。左つないで、かなり動いてきますね。ここで激しい、味方がいないところへ流れた。いい守りです。ここは阻まれました。ずっと入ってきますね。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。ここは誰も走り込んでいません。狙いとしてはいいと思いましたけどね。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。サンテティエン、結局はボールを奪われました。サンテティエールとしては嬉しいですね。スウェーデン、もうこの時間帯になると余裕を持ってプレーする感じでしょうか。まあポゼッションを高めていくことによって相手の攻撃はないわけですからね。ただ奪われたとだけは注意した方がいいですよね。なるほど。左へ出した、回してる。一人いい動きを見せてますよ。まだ諦めていません。アプローチ、待ちますよ。強いサイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。笛が鳴りました、はい、前半のゴールが決勝点。しかし北澤さん、今日の試合どのようにご覧になりましたか。そうですね、差がついた試合になりましたよね。スウェーデンとしては本当に嬉しい勝利となりましたよね。素晴らしかったです。そうですね。それでは今日の試合内容をここで振り返ってみましょうか。前半9分、スウェーデン、あの局面で先制点を決めています。あの場面が勝負の分かれ目でした。はい、そうですね。途中で非常にこう正確なパスで起点を作ってましたから、やはり前線のフィードが正確であればあるほどチャンス生まれるってことですよね。さらにまた重要な場面があったんですが、前半44分、スウェーデン、もう残り時間が少ないところでしたが、重い重いこの追加点。そうですね、シュートに至るまで素晴らしいパス出ましたから、結果的に抑揚のあるリズムが生まれるんですよね。さあそして今度は試合データです。スウェーデン、やはり支配率でも相手を上回っているようですね。そうですね、その辺も今日の結果につながってますよね。まあいい形でね、シュートまで持っていってましたからね。試合を終えてみますと、結果は3対0、スウェーデン勝利をものにしました。本日の試合は